ジェームス・トンプソンは自身初の BTCC タイトルを獲得。イバン・ミューラーはランキング2位となった。2002年のグリーンフラッグ MSAA イギリスツーリングカー選手権はイギリスツーリングカー選手権の45年目のシーズン。4月1日のブランズハッチで開幕し、9月22日の最終戦ドニントンパークまで10戦20ラウンドで、 タイトルが争われたポイント対象外、モンデロパークを除くすべてのレースが、イングランドで開催された。ポイント対象外、BTCC スイッチズ 2ITV42002、BTCC オートスポート、a u t o s p o r t c o m https、www.autosport.com、BTCC、ニュース、17400、 btcc switches to w i t 4-20022017年12月13日閲覧。スタッフ、a u t o s p o r t c o m b t c c ニュース、b t c c サインズアップニュースポンサー s o 4 2 0 0 2 a u t o s p o r t c o m 2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。